ってます。ちょっとうるさいかな、ごめんね。今日はこれから沖縄県北谷町、あれ砂部宮城、っていう、まあ、シーウォールとかって言われるエリアのグッデイコーヒーっていうカフェにこれからランチに行こうかなと思います。で、撮ってるんだけど、ね、出発してから SD がカメラに入ってないことに気づき、急遽新しい SD を買いました。で、今日は運転を友達がやってくれてるので自由に撮れるかなと思います。ちなみにこの砂部ってところは、この間ブログで紹介したあのチキンとワッフルの店があるところと同じエリアなので、そこら辺なんかお店が密集してるから観光おすすめです。ぜひぜひ。今日もこの人、今日もこの人です。お久しぶりです。ゆきのです。ゆきのです。運転してますって感じで、じゃあちょっと目的地まで行ってまいります。朝ランチモーニングブランチを食べたお店なんだけど、取り忘れたので外観を今撮ってます。こんな感じ。外から見ても可愛いので、ちょっと分かりにくい場所にあるけど、すぐ見つけられると思います。料理到着しました。自分が注文したのはグッデイブレイキー。そっちはアボカドトースト。アボカドトースト、ちょっと回すね。すいません、ごめんね、回します。すいません。めっちゃ胡椒いい匂いする。うまそう、美味しそう。彼女はアボカドが大好きです。アボカドが大好きです。どうも、ありがとうございます。朝ごはん食べてないので、朝ごはんでモーニングだよね、ここのお店。モーニングとランチ3時までの営業なので、こういう感じで美味しそうなモーニングで食べられます。じゃあちょっと食べますね。食べます。食べますね。お腹すいたらやばい。食べます。そう、ねこの前の美学で全然野菜が入ってないっていうのをコメントを読んで気づき、こういうちょっとヘルシーな感じの野菜がいっぱい入ってるところに行ってみました。いかがですか、お味は。美味しいよ。らしいです。いただきます。で、下に下手くそだな、下にちょっと厚めのトーストが入ってるので、朝ごはんには結構しっかりボリューミーな感じになっております。アボカドもいっぱい入ってるし、野菜もいっぱい入ってるし。いただきます。めっちゃ危ないとか言っちゃうでしょ。何やったら捨てた。捨てたわ。ちょっと飲んでるけど、チョコスムージー。赤シェイクだな。こっちがチョコでした。すいませんでした。モカシェイク。モカシェイク。なんか美味しそうだったよ。結構甘めの生クリームが山のように、写真載せるね、写真載せる。ドバッと入れて、下は普通にモカ、だからちゃんとコーヒー、甘すぎないしっかりめのコーヒーなので、いただきます。お味の感想は、ベーコンが思ったより塩っぽすぎないからちょうどいい。オリーブオイルかな。うん、綺麗ね。ね、めっちゃ綺麗に持ってる。うん。アボカド食べるところ取れなかったよ。普通に美味しい。ドレッシングも。いいね、朝ごはんにはいいはずね。
結構しっかり。何ドレッシング？ん？何ドレッシング？ちょっと酸味があるドレッシング。酸味があるね。多分の、沖縄に旅行に行った際は朝ごはんに。いかがでしょうか？はい、ランチ食べました。美味しかった。美味しかったね。美味しかった。なんかちょうどいい量です、うん、それ朝ごはんだったらちょっと量多いかもしれないけど、まあもりもり食べて元気よく観光してくださいっていう量でしょう、きっと。朝起きてすぐ行ける感じじゃないもん。そうだね。おはようドーンじゃないか。あ、でも価格帯もめっちゃ安かった。安かったよね。安かった。なんかめっちゃなまるっていうね。なんかよ、なんか自分が食べたグッデイブレイキーってやつがあのボリュームで多分ね700円いかないぐらいだった気がする。あ、そのぐらいだよね。そうだね。2人ドリンクも頼んだもんね。そう、自分がスムージー600円とか出すよ。600。そう、2人で2080円だったから結構安かった。安かった。うん、こうどこでどうしよう、どこ行く。そう、だから行くところは決まってなくて今ちょっともうなんか目的がないまま走ってるんだけど、とりあえず考えながら走る。どうしようかな。北上します。北上してちょっと運転しながら可愛いお店があったら入ってみよう。それそれ。とりあえず北上します。こんな感じやで。めっちゃ腹取るで。かてぇな。やっていいな。やっていいな。こんな感じです。ちなみに両サイド米軍基地です。はい。ですね、ヒョナのなんかの曲、韓国の K-POP アイドルのヒョナのなんかの曲の PV 撮影がこの辺で行われた気がする。この辺、何もないからこの辺で。めっちゃ天気良くない？なんか前回ブログ撮った時全然天気良くなくて、沖縄らしい、ね、うんって感じだったけど、今回はいい感じです。暑いっていうかね。ね、外何度や今？外は今気温は30度、でも体感温度は35度ですって感じ。暑い。今日さ、もうちょっと洋服がかぶったってば。映せない時に言うよ。そくそくてな感じでちょっと北上してみます。今日天気いいからめっちゃ海綺麗。やばい。棒読みあんま海行かないんだ。そう、海行かないんですよ私あんまり。でも綺麗だよ。普通に綺麗。普通に綺麗。普通に綺麗です。白い砂浜、はい、綺麗。おい、ビーチにやってまいりました。ホテルのビーチですが、お願い、死になまってる。死になまってるか、死に方言さ。わかるけど、すごい水たまりになってた。びちゃびちゃするって。綺麗。ちゃんとベンチとかもあるんだ。いいね。めっちゃ綺麗やん。いい感じ。フォトタイマー撮影用セーブ。普通に撮ろう今日はめちゃくちゃ天気がいいのでこんな感じです。超綺麗じゃない。なんか改めてこういうところに来ると沖縄っていいとこなんだなって思う。きっと県外にいたらこういうのはなかなか見れないよね。良きです。こんだけ見たらハワイナウって言っても通じそうだしね、うん、ハワイナウ。なんで生えよう。暑い。二人とも黒着てるからさ、こういう時に言うんだよ。同じ格好してる。そう、同じ格好してるんだよね今日棒立ちやし。
風があったらそんなに暑くないかも。ちょっと涼しい。ちょっと風があるから。暑いけど。いいね、なんかのプロモーションビデオみたい。だからさ、珍しい。いいね。今日は、今日のコーデは黒の T シャツにジーンズにスニーカーです。です。で、私のコーデもこの人は私のコーデも、はい、贅沢に海をバックに。いいね。黒のなんていうのこれ。なんだろう、ノースリーブ？ノースリーブ、キャミじゃないよね。キャミではない、ノースタンクトップ。タンクトップにデニムで。サンダルでございます。いつものサンダルです。さっきバカでかいカタツムリを踏みました。あ、もうやめて、めっちゃ嫌いで思ったカタツムリを。世界の中で、世界の中で、世界の中で、世界で一番。だから写真撮れるって知らなかったよ俺。撮るなんか写真。あ、そういう感じ。あ、違う、なんかその方がなんか。暑いな暑いな。いいね、いいね、来ると思うよ。暑い暑いよ、痛いよ暑いよ。はい。あ、インスタの裏だね。ジリジリがやばい。水つけてくる足。あ、靴やん。せやで。オッケー。暑い、超暑いんだけど。ヤバミー、ヤバミでございます。影は涼しい、ちょっと若干風もあるから外は涼しい。外じゃない、影、影は涼しいけど暑いです。秋っぽくなったよね。35度だけど一応秋っぽくなったらしいよ。秋っぽくなってるよ、風が違うらしいです。待って、汗、普通に汗、汗かくと化粧溶ける。化粧溶けない。一応プリマビスタにオイルブロックベースつけてます。綺麗ね。暑い。後ろがホテル、ムーンビーチだよ。止めます。北上してたんですけど、なんかあんまりいいところがなくて、結局いつもの安定のチャタンに戻ってまいりました。これからちょっとジュースショップ、ジュースのお店に行きたいと思います。